ではまず先攻の場合、先攻はセンターガードを用いることによって最後相手のラストショットをさせにくい展開を作っていくというのが基本的な考え方になります。フリーガードゾーンルールにのっとるとハウスに入らない石は相手チームはテイクアウトしてはいけませんっていうルール、フリーガードゾーンルールがあるんですけれども、さらにそれがトライアル期間ということでノーティックルールっていうのが新たに今施行されています。センターラインに少しでもかかっているセンターガードは動かすことは絶対にしてはいけませんっていうルールになってます。なので触れてはいけないっていうことは、例えばノーティックじゃないときはこんな風にアウトにしなければ動かすことが可能でしたが、今ノーティックルールはセンターラインに触れているガードは動かしてはいけません。必然的にガードが残る形っていうのが作りやすくなりました。ガードが常にある状態で進んでいくことが多くなるので、後攻が少し点数を取りにくくなる、先攻がスチールしやすい展開っていうのが作りやすくなりました。ではこの先攻の攻め方としてはですね、基本的なゲームプランとして相手に1点を取らせるっていうのが先攻の目的なので、ハウスの中心の方に自分たちの石がある状態、ハウスの中心に自分たちの石がたくさんあると相手が得点できる範囲というのがすごく狭くなります。ハウスが狭いという言い方をしますが、狭いスペースでしか得点できないので相手にとっては後攻としては、ね、複数得点欲しいんですが、なかなか複数得点取るのが難しい展開というふうになっていきます。なので先攻はアイスをいかに狭くして相手に1点だけを取らせるかっていう形を作っていくのが理想です。なのでセンターラインは閉まっているんだけれども、ハウスが広い状態になってしまうと相手としてはこの範囲で得点することが可能なので、例えば2点を取るっていうのが優位になります。後攻のチームとしてはハウスが広いことが複数得点取る可能性が広くなります。なのでなるべく真ん中の方で自分たちのしっかり出されないナンバーワンを持ち続けるということが大事になってきます。こんな風にですね、ガードがあって自分たちのね石がこういう風にナンバーワンを取ってる状態で最後赤チームの最後の石ラストロックがあると、もう必然的に赤は1点を取るしかない、むしろ1点を取るのももしかしたら難しいかもしれないというような形に持っていて、相手に1点を上げる、1点を取らせる形を作っていくのが先攻です。